こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。フルート奏者青木美恵です。今回紹介するのはフルート初級者の生徒さん用に私が作ったスケール練習です。毎日忙しくて限られた練習時間しか取れないから曲だけ練習しているという人も多いかもしれませんが、ほとんどの曲はスケール、アルペジオ、半音階で構成されていますので、スケール練習は間違いなく上達への近道になります。私のフルートの生徒さんへの自宅での練習用動画も兼ねていますが、皆様もよろしければぜひ一緒に練習してみてください。今回の動画では実際にレッスンでやっているような感じで進めていきます。まずは一緒にスケールを吹いていきます。できなかったところは動画を途中で止めてできるまで練習してみてください。次に音を3つずつ上って降りていきます。曲でスケールが使われる時には3つとか5つとかが多いですし、上るだけ降りるだけじゃなくて上って降りる音型とても多いです。こんな感じで模範演奏と一緒に吹いてもいいんですが、私はレッスンの時には生徒さんと交互に吹いています。指が違うとか音が濁ってしまっているとかチェックしやすいですよね。できるところは早く吹いて、難しいところはゆっくりになってしまう方とか、フレーズの後半がだんだん遅くなっていくタイプの方も多いので、メトロノームを使って練習しています。フラット4つからはゆっくりのスケール練習だけ書いてあります。フルート初級者の方はまずフラット3つまで、中級者の方はフラット4つからも同じように取り組んでみてください。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。日課練習として毎日取り組んでみてくださいね。練習しやすいように各キーへのリンクを概要欄に貼っておきます。譜面もリンクを貼っておきますので、よかったら印刷して使ってみてください。この動画の感想などコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。